こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは東洋水産まるちゃん焼きそば弁当、札幌から味噌ラーメン風になります。すいません、焼きそば弁当では毎回ご支援いただいてます。今回もご支援いただきました。なるはや収録、なるはや編集、なるはや公開のパラレル版動画でお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、今回もいただきます。今回ご支援いただきました誠にありがとうございます。なるはや収録、なるはや編集、なるはや公開のパラレル版動画でお楽しみください。東洋水産まるちゃん焼きそば弁当、札幌から味噌ラーメン風になります。はい、それではまずは一口。あのね、僕味噌の種類詳しくないんでわかんないんですけど、嗅いだことはあるタイプの味噌なんですね。なんですけど、これが何という味噌なのか種類がわからない。嗅ぎ分けられる、嗅ぎ分けられる。匂いに覚えがあるタイプの味噌です。はい。麺が割とゴワゴワしてますね。レギュラーの焼きそば弁当に比べると、一回り二回り麺が太い感じ。ちょっとゴワついてる麺ですね。それと、オイルの感じはほとんど感じない。辛味噌とはいえ札幌味噌だと、やっぱりラードを思い浮かびますけど、オイルっぽさは全く感じないですね。焼きそば弁当らしく、味噌味もマイルドだし、辛さもほんのりです。はい。キャベツはもうちょっと欲しかったかな。贅沢ですね。贅沢ですかね。これ割と麺がゴワゴワしてて、口の中の水分持ってかれるんで、この白湯スープありがたいですね。うん、優しい。子供でも飲めますみたいな。イメージからすると脱脂粉乳みたいな、そんな感じですね。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは北海道らしいフレーバー、札幌味噌ラーメン風が札幌から味噌ラーメン風となって復活。これ昔札幌味噌ラーメン風っていうのがあったらしいんですね。それがちょっと辛くなって復活だよっていうのがこの商品みたいなんですけど、ごめんなさい、僕残念ながら前作知らないんですけどね。焼きそば弁当らしく優しい世界観だと思います。はい。次、香味野菜を練り込んだ香りの良い太めの麺。あ、そうなの？これを香りが良いというかどうかは人によると思いますっていう香りです。はい。次、合わせ味噌をベースに生姜やニンニクを効かせたソース。ああ、なるほど、いろいろ入れてあるってことですね。札幌味噌ラーメンの世界観からは外れてないと思います。はい。次、豆板醤と一味唐辛子を加え、辛味噌ラーメンをイメージさせる仕上がり。これこんなささやかなんですかね、辛味噌ラーメンって。よくわかんないですけど、はい、どういうこと。おしゃべりしながらいただきます。でも焼きそば弁当らしく優しい世界観でいいと思います。はい、このぐらいだろうなっていう予想はしてました。その通りです。唯一焼きそば弁当の中で
系統を外れた、優しい世界観から外れたのがいつもよりかなり辛めなんです。あれ僕レギュラーになってほしいなと思ってるんですけど、あの商品ぐらいじゃないですかね、その優しい世界観を外したのって。他の焼きそば弁当はみんな優しい世界観の中で、ほんのりだとか、ほんわかだとか、ほのぼのだとか、そういう世界観ですかね。はい、このちょっと太めの麺はやはり札幌味噌ラーメンを意識したんじゃないかなと。割と太めの麺が使われたりしますんで、それを意識してんのかなと思うんですけど、ここは好き好きになっちゃうような気がしますね。僕個人の好き好きで言っちゃうと、あの細めのレギュラーの麺の方が好きです。太めの麺をあえて合わせてある焼きそば麺ともあるんですけど、そっちはちょっとね、やっぱり違和感があるんですよ。これもちょっと太いんで違和感感じちゃうんですけどね。これまた後でつけ麺風やってみますけど、どういう感じになるか。はい、それではこの商品の詳細についてはいつもの通りで動画の説明欄にありますけれども、そこから気になるところをトークで補足させていただきます。まず製造は東洋水産さんの北海道工場。焼きそば弁当といえば北海道工場。敷地面積9400平方メートル、稼働ライン4ライン。はい、発売日は2023年の9月の4日。これと同時発売で、いつもよりちょっとなんとかたらこっていうのがありますね。それは日を改めて。はい、価格は税抜き236円。このあたりの価格が今はナショナルブランドの標準的な価格かなと思うんで、我々もちょっとね、感覚を合わせていかないといけないですね。麺種別は油揚げ麺。内容量は 115g の麺 90g。90g ってね、焼きそば弁当の中ではね、あの、レギュラーは 100g なんで、ちょっとおと思いますけど、100、130、200が焼きそば弁当のスケールなんで、90って言われると、あれと思いますけど、90g です。はい。エネルギーは500キロカロリー。他三大栄養素、食塩相当量を見てみますと、ちょっと多めですね。その他のこういう系統の汁なしのカップと比べると、全体的に多めです。はい。ということで、以上、この商品の概要でございました。はい、つけ麺タイム行ってみます。このつけ麺タイムがいい方に行くものと、そうじゃないものと、いろいろあるんですよね。どうだろう、これは。ちょっとだけマイルドになりますけど、大きく変わらないですね。白湯スープがもともとそんなに強くないんで、あまり影響ないのかもしれないですね。もう辛さとか味噌の感じって、野菜とか麺とかを噛んで、そのうちこうだんだんでんぷんが甘くなってきてっていう、口の中で味が変化しますけれども、そっちの方が辛さとかより勝ってくるんですよね。そのぐらいささやかな辛さであり、ささやかな味噌風味なんですよ。それが焼きそば弁当の特徴でもある。優しい、いつもの通り優しい。はい、残りこれだけになりましたので一気にいただきます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。これ他のブランドだったら味薄いんじゃないのって言われると思うんですけど、それが焼きそば弁当のカラーなんで、個性十分に出てたかな。ほんのりな味噌、ささやかな辛さということで、はい、美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。リスペクトタイムです。今回は東洋水産まるちゃん焼きそば弁当、札幌辛味噌ラーメン風いただきました。焼きそば弁当のカラー通り、優しい世界観の中で、ささやかな味噌にほんのりの辛さで、焼きそば弁当らしいと言いますか、待ってたところにやっぱり来てくれたみたいな、そんな感じでした。太麺もモチーフが札幌味噌ラーメンなので、そこに合わせてくるんだったら太麺かなという予想ができてましたし、これまでもね、ラインナップの中でこういう系統の太麺ってなりましたんで、想定外っていうところはほとんどなかったですね。唯一の想定外はこれです。白湯スープ白湯できましたかみたいな、それだけはちょっと意外でしたけど、スープ以外は全部想定内といいますかね、ちゃんとブランドのカラーを生かした商品だったんじゃないかなと
はい、ということで美味しくいただきました。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。